シーサッチャナーライ軍は、タイのスコウ体験にある軍である。シーサッチャナーライとは、吉地上なる銀の出るところを意味する。旧称、チャリエン・ハートシアを、サワンカ・ローク・サンカ・ロークとも称したが、現在、この名称は、サワンカ・ローク軍のものとなっている。ワット・チャン・ローム3世紀頃の人間の形跡も見られる。クメール王朝時代の遺構も見つかっており、 大族到達以前からの人類の痕跡がある。スコータイ王朝時代には、四対一級地方無安の一つとなり、スコータイの副王の統治する町となった。スコータイ王、ラームカムヘーンは中国から陶磁器の製法を輸入し、シーサッチャナーライ周辺では陶器産業が盛んになった。また、ラームカムヘーン王はここに仏塔を建て、仏舎利を奉納している。スコータイ王、 理体は、即位するまでは、シーサッチャナーライの国種であり、即位の後もシーサッチャナーライ二寺院など多数混流し、現在、シーサッチャナーライ歴史公園と呼ばれて残る遺跡を作り上げた。その後、アユタヤ王朝に基準したが、トライローカナート王の時代の1460年には、サワンカロークの国種は、創始国であったアユタヤに離反し、北方のランナーに基準した。その翌年、 サワンカロークの国主は、チエンマイの国王を連れて、ピッサヌロークやカムペーンペットを得ようとしたが失敗に終わる。この後、このサワンカロークの国主は、チエンマイの王に不忠であるとされて、チエンマイに送られ、ラムパーンの国主が代わりにサワンカロークの国主となった。この後、トライローカナートは、サワンカロークを取り返している。1767年のアユタヤ陥落の際に町は、 ミステラで、後のラッタナ工人王朝寺に再建された。その頃の町はハートシアオと呼ばれていたが、1939年に現在の名前に改称された。南部には読む川の形成した大地が広がり、北部には山岳地帯が広がる。交通は国道101号線が南北に通っており、北はプレイ方面と南はスコータイ方面とつながっている。 国道102号線が東に伸びており、ウッタラディット方面とつながっている。軍内の主な産業は農業であり、米の生産が盛んである。軍は11のタムボンがあり、さらにその階に148の村が存在する。軍内には2つの定ー番が設置されており、以下のようになっている。また、軍内には8つのタムボン行政隊が設置されている。以下はタムボンの一覧である。 タムボンハートシアを、タイ語、タムボンパーギウ、イ語、タムボンメイサム、タイ語、タムボンメイシン、タイ語、タムボンバーントゥック、タイ語、タムボンノーゴ、ー、イ語、タムボンターチャイ、タイ語、タムボンシーサッチャナーライ、タイ語、タムボンドンドゥ、タイ語、タムボンバーンケーン、イ語、タムボンサーラチット、タイ語、ありがとうございます。